どうもこんにちは、今日もねバンビーチャンネルご覧になっていただいてありがとうございます。今日のね三木明新曲歌謡レッスンはですね、小桜舞子さんのおかえりなさいね、この曲をねレッスンしたいと思います。今日なぜこの曲を選んだかというのはね、今ねコロナウイルスで教室に来れない生徒さんたくさんおります、ね、そしてね、いつかこのコロナウイルスが収縮して皆さんが帰ってくるように願えてこのね今日はお帰りなさいというねタイトルの曲をね選ばせていただきましたね。その夢に向かって、夢じゃない、前に向かって前向きに頑張っていきましょう皆さん。それではね、ギターでねワンコーラス歌わせていただきます。こういう歌でございます。していきたいと思います。ちょっとあの譜面の方ねよろしく映してください。はい、1小節目、あなたがいつか戻ってくる日を、ここまでいきましょうか。出だしがねこれもね休みがないですね、遅れないようにね。そしてあなたが、ここね一拍ずつの音ですけどね、声に余韻を残してください。ね、余韻を残すというのは、あなたが、これね余韻ね、これをね余韻を残さなあかんと思って、あなたがこうならないように、非常に難しいと思うんですけど、出した声をちょっと引くような感じね、一拍ずつね、あなたがね。そして次のフレーズ、いつか、いいはちょっとアクセント入れてください。いつか、ね、いつか、かーの母音で上がっておりますから、いつかってすぐ上がらないようにね、ここを気をつけていただきたい。そして次のフレーズ、戻ってくる日をね、戻ってくる日を、ここはもう自然に流れるように歌ってみてくださいね。はい、ここのフレーズね、ちょっと今の説明の形で歌ってみますね。来る日をちょっと一度歌ってみてくださいね。遅れないようにね、メロディー弾きますかね。2小節前からいきます。
信じてた、はい、ここのフレーズですね。はい、次のフレーズも待って小説頭ないですね。このふわりはですね、待って待って待ってこうなっておりますけど、これ小さいつはね、あまり聞こえないように待って待って、これでいいですね。ね、待ってこうに聞こえがちですけど、軽くね、待って、ね、これでいいですからね。そしていました、いました、ここはあまり伸ばさない。でもう次のね、半拍休んで、半拍目から、入りますからね、同じ小節も。だからね、あまり伸ばしすぎますと、いました、しん、こうなりますから、いました、これぐらいね、しん、それで信じてた、しん、ん、このんの母音上げてくださいね、上がってます、しん、ん、ね、ここまで音しっかり上げて、じてーた、ね、てーた、こうありますけど、ここのとこは信じてたって静かに降りるような感じですね。はい、このフレーズね、歌ってみますけど、2小節前から弾きます。それでは待っていました、信じてた、歌ってみてください。はい、1小節前、戻ってくる日をここから弾きますから、遅れないようにね。次のフレーズ、見交わす瞳の切なさに、はい、次の小節も頭休みないですね、遅れないように。はい、ここの場合はね、見交わすの見に少しアクセントを入れてあげてくださいね。見、低い声ですけどね、見交わす瞳の、はい、瞳の小節の前、半拍の休み守ってくださいね。そして瞳のを母音で上上がっておりますね。だからミとのはなるべく早く歌ってください。よくねレッスンで前にも言いますけど、あまりミを伸ばしすぎますと、瞳のでのでもすぐ上がってしまいますから、瞳のの瞳の、こういうね流れで歌ったら自然と母音が上に上がります。そして切なさ、はい、ここを切なさのせい、遅れないようにちょっとアクセント入れて、はい、だんだんと盛り上がっていきましょうかね。切なさに、切なさに、はい、ここ今度は逆に母音が下がってますね。切なさに、に、に、こうして歌ったらね、自然と母音が下がりますから、こういうところ気をつけてください。はい、それでは見交わす瞳の切なさに、だんだん気持ちをね盛り上げていって、声をね前に、大きく声を前に出してあげる気持ちでね歌ってみてくださいね。見交わす瞳の切
ょっと僕気が低いんでちょっと盛り上げ足らないと思いますが、この皆さんでしたらいけますからね、そういう流れで刹那さんにはちょっと盛り上げていってください。はい、それでは三河洲瞳の切なさに歌ってみてくださいね。はい、2小節前信じてた、ここからいきますね。こぼれます。はい、あなたお帰りなさい、ここまでいきましょうかね、つながりがいいんでね。はい、こらえた涙、ここで気をつけていただくのは、こらえた涙こぼれますってならないように、こらあ、はい、ここに母音があが入ってます。えたなあ、はい、なあな、母音あね、なあ、ここが上がってますね。涙こぼれま、今度は逆にますう、今度は母音が下がってますね。ここのところね、大事にね。例えばね、こらえた涙こぼれます、この流れと、こらえた涙こぼれます、ちょっと違うんですね。後で歌った歌い方ね、これを守ってくださいね。そしてこぼれますう、はい、そしたら次はすぐ息継ぎね、あまりスーって伸ばさないようにね。はい、すぐ息継いでお帰りなさいってもうね、ちょっと大きく大きく歌を持っていきましょうか。ちょっと歌ってみますね。おかえりな、はい、ここにもアクセント、そしてあとはさい、母音で音下げるね。もう一回おかえりなさい歌ってみましょうか。おかえりなさい、こういうね盛り上げ方ね。はい、ここで盛り上がってりました。はい、次のフレーズ、あなたお帰り、はい、ここはちょっとね、今度は皆さんに安心させてあげる気持ちで、あなたお帰り、こう優しくね持っていってください。盛り上がった流れでね、ねで歌わないように、ここね、あなたお帰り、ここね優しく持っていきましょうか、ね、お帰りそれでは、こらえた涙こぼれます、お帰りなさい、あなたお帰り、ここまで言ってみましょうかね。はい、こらえた涙こぼれます、歌ってみてください。はい、2小節前、ですね、はい、ここもね、震える、はい、ここもね、最初と同じ、あなたがと同じね、
声に余韻を置いてくださいね。もう一度言いますね。震えるね、これね、余韻ね、これは震えるって絶対キリにならないように自然な余韻を置いて、心、はい、心を気をつけてほしいのは心、心、ローで粘る気持ちね、心にならないようにね、ここはね、そして抱き、ね、はい、ここでね、本当でしたらね、抱きしめては一息で言ってほしいんですけど、ちょっとしんどいなという方はね、抱きで息継いでも構いません。普通でしたらね、震える心をね、例えば苦しいなという方は抱きしめて、これでも構いませんね、息継ぎね、はい、そして最後の締めて、え、こう母音ね下げてください。締めてにならない、締めてて母音で下がりますからね、ここのね、こういうところを気をつけていただきたい、ね、震える心を抱きしめて歌ってみますね。余韻を残して心を優しく置いて抱きしめて歌ってみます、ね、小説前、あなたお帰り、ここから弾きますね。ちょっとね、キーが女性の方は高いと思いますけど、一度ね、通して弾いてみますから、一緒に歌いましょうか。今始まって20分ですね。18分ですか、ちょっと時間ありますからね。それでは一緒にね、僕と一遍一緒に歌ってみましょうかね。はい、頭からいきますね。ちょっとね、本人はね、アフラットマイナーで、これ今僕が弾いてるよりも2つ下がってます。今だから B フラットマイナーでやってますから、女性はちょっと高いと思いますけど、頑張ってくださいね。はい、ちょっと一緒に行きましょうか。
小桜舞子さんのお帰りなさいよね、レッスン、させていただきましたね。早く生徒さん皆さんが帰ってこれるように皆さんで祈りましょう。早くコロナウイルスが収束するように、そしてまた皆さんと楽しいねカラオケ教室で、一緒に勉強していきましょうか。どうも今日はありがとうございました。はい、それではですね、今日の一曲ということでね、美咲さんが来られておりますのでちょっと待ってくださいね。これ生放送でちょっと片付けますね。はい、ここに入れて、はいはいはい、こうしてそこでちょっと喋っとって。はい、こんにちは、美咲陽子です。今、今日歌う歌は美咲先生の歌で、それじゃ女物語なんですけども、今一生懸命新曲の方で、発声練習から頑張っております。前田先生に教わりながら、ねえねえねえとか、目を開けなさいよって、いろんな歌をレッスンしてます。美咲先生の歌、新曲は、フォークソング調で、まあ、いい歌ですね。本当の新曲ね、はい、今まではですね、演歌とかね、はい、リズム演歌、はい、という形を作っていましたけど、はい、今度はね、ちょっとね、フォークソングっていうんですか、ですはい、ちょっとね、そういう自然な流れでね、はい、明るく、はい、未来がある、流れの歌にしております、はい、ね。4月か5月ぐらいの発売でね、はい、そのためにはね、美咲さん、前田先生とか、はい、ボイストレーナー、今やっています。ね、また、はい、この新曲ができた時にはどういう美咲陽子さんがね、また出てくるか、はい、楽しみにしてくださいね。一緒に頑張っております。どう、前田先生のボイストレーナー、また僕とはね、違います、はい、違うよ、うん、だから毎日行ったら1週間までの間に家で練習、復習はね、やっぱりそれは自分のためやから、ね、そうなんです。自分のためであってね、うん、いつも猫まね、猫まねはね、エミちゃんが上手なんですよ。そりゃそうや。私はもう前田先生は、ねえねえ、これで何でもいいから、でも一曲の歌を全部最後までねえねえねえって歌いなさい。なるほどね、はい、やっぱり僕らとはね、やっぱり、はい、まあ僕らは演歌の演歌いうんですか、うん、まあ、こういうね、ギターでの発声をやってるね、はい、またね、はい、一度ね、僕もね、一緒に行ったんですよ、はい、最初ね、どういうレッスンしてるかな、はい、やっぱり興味ありますよね、人の発声以上は、はい、それで行ったらね、やっぱり約1時間ぐらいね、1時間です、びっしりと。もうやっぱりボイストレーナー、はい、僕らとやっぱりね、ちょっと違うな、いのは、うん、確かに勉強させていただきました。前田先生すいません、ありがとうございます、済ませていただきますけどこれからね、やっぱり生徒さんにね、こういうプロを目指している方も、また来られると思うんでね、はい、そのためにもいろいろ勉強させていただいて、はい、皆さんにね、いい歌を、いい歌というんですけど、はい、いい歌が歌えるように届けてあげたいなという気持ちでございますのでね、はい、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。今度やっぱりあとそうやな、2ヶ月ぐらいしたらもうエミちゃんに負けんぐらいにゃーんが出てくるんじゃない。いや、今日もね、エミちゃんの歌の聞いたんですよ。もうビヨンの、ああ、もう、うん、あんなに真似できないわ、今の状態では、はい、うん、難しいと思いますけどね、はい、今始まったばっかりですから。そうなんです。あと2ヶ月前田先生、お手柔らかにお願いします。頑張りますので、はい、それではね、今日の歌はね、珍しくね、はい、僕のね、先生の歌で、そんな物語で歌って、はい、今風でね、いい歌ですよ、はい、それが5つ上げてますからねコーラスが言ってますまあ、楽しみしてください、はいはい、はい、それでは歌っていただきましょう。美咲陽子さん、曽根崎女物語。
ところは何でも燃やしてもあなたが好き寂しさ浮かぶ誘いもてあそぶあなた女の演歌よ。はい、ありがとうございます。ちょっと戸惑ったら一番、ね俺はちゃん、はい、ちょっとね、あのちょっとカラカラをかけて言うとったけど、もうあのちょっとさ、ヘッドホンしてるから、はい、ごめんごめん、はい、カラオケあげる、ちょっとわからん、意味がわからなかった、えらすいませんね、ヘッドホンしとったらね、はい、分からへんね、そうなの、これかけて言うともね、はい、それはもうしゃべる、まあいいんじゃない、はい、これが生放送です、そうですね、ね録画やったら、はい、あ。もう一回やるかい、うん、ですよね、はい、まあ、これが生放送の楽しみ、ね、まあ、笑顔になれたからいいと思います。今ね、私笑顔の勉強もしてるんです。はい、笑顔の勉強、はい、はい、こちら上げて、はい、こちらね、ちょっとこう、こう上げてね、両サイド上げて、ね、上げて、はい、笑顔ね、はい、笑顔、やっぱり笑顔で歌うというのはね、やっぱりいいもんですよ、はい、そうです。なんでか言ったら、声がちょっと前に出てきます。は、明るい声が前に出て、はい、笑顔で歌うというのはね、はい、まあ、それもね、一つまた皆さんもね、はい、参考にしていただいて、はい、今日はね、私のね、はい、その先女物語、はい、コーラスほぼコーラスに5つ上げてるの大変、今度の、美咲さんとこのミニライブは、はい、ゲストがかなたにとしぼさんで1月の22時ですか、うん、はい、1月の22日の、1時から生放送でね、はい、させていただきます、はい、今度はかなたにとしおさん、はい、ね、そうです、長穂ゆきさんの思い出に誰かに、ね、はい、今日も見ておられますよ。あ、見てますか、とし、ちゃん、ね、22頑張って風邪ひかんように頑張ってくださいね、はい、はい、それでは今度の1月22日、はい、かなたにとしからお願いします。お楽しみくださいね。はい。はい、それでは、終わりましょうか。なんか今日は、噛み合わへんね。噛み合わせが悪いな。もうね、新曲の方で一生懸命なんですよ。もう、松葉先生にも、ね、応援していただいて、頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。編曲が、ね、私の歌が、そうなんです。それでね、はい、私の歌、題名が、愛しい人、はい、スイートハート、愛しい人、こう、覚えてますでしょうか。えらい言葉使おうだな。これを覚えましたよ、自分で。スイート、はい、頑張ってます。スイートハート、はい、あ、そうですか。はい、センスの、はい、新曲の方は、はい、僕はね、
法務庁で作詞作曲ですけど、はい、こんなの初めての挑戦でございますけど、はい、なんかもう終わりかなとまた脱線してまあいいじゃない、はい、はい、それではそろそろ終わりましょうか、はい、はい、それでは皆さんまた会う日までさよなら。